はい、ユッキーです。今日はですね、化粧水レビュー動画。今回は、じゃーん、こちらダイソーで売ってました、ハトムギ、化粧水。ハトムギ配合化粧水。日本製で 120ml で、108円と。国産ハトムギ、種子エキス使用。石川県産のハトムギを使用。ベタつかずしっとり潤う。無香料、合成着色料フリー。と書いてあります。まあ、最近なのか何なのかわかんないけど、ハトムギの、化粧水っていうのは非常に多いですね。そもそもハトムギっていうのは何なのかっていう話なんだけど、全然わかんない。まあ、麦なんだろうな。なんかの麦なんでしょうね。小麦的なね。成分が、水と、PG とハトムギ種子エキスとヒアルロン酸ナトリウムと、水溶性コラーゲンとグリセリンと、ベタインと、コポリマーと、クエン酸ナトリウムと、クエン酸と、BG と、フェノキシエタノールと、メチルパラベン。と書いてあります。よいしょ。前回のですね、蜂蜜の、あれ、ダメでした。最初はいいかなと思ったんですけど、結局蜂蜜って糖分含んでるから、ベタベタになるんですよね。結局。それでは使います。もうそろそろもう春ですからね。あ、春だけど、すげえ外出るとめっちゃ乾燥、喉がさ、乾燥してさ、もう嫌になるんだよな。ちょっと舐めてみましょう。ちょっと舐めてみます。いただきます。あ、なんだこれ。酸っぱい。酸っぱい。しょっぱい。あ、ちょっとしょっぱいような、なんだろう。ぽいな。しょっぱい。で、最近ほら、俺ずっと知らなかったけど、インフルエンザも蔓延してるし、しかもはしか？はしかがめっちゃ流行ってるとか言うでしょ。で、はしかとあと風疹っていうね、もの。まあ、年代によっては年が、高い。高齢者の方が、かかりやすいっていうか、予防接種とかしてないから。まあ、ちなみに俺の年代でググったら、俺31歳なんですけど、俺の年代でググると、予防接種はしたらしいんですが、1回しかしてないと。
で、1回だと、確か、はしかにかかる確率がある95%らしいんですよ。違う。はしかにかからない可能性が5、あの95%。で、2回点滴、あの、2回注射を打つことによって、かからない確率が、99%。まあ、でも残り1%は、まあ、かかっちゃうという感じなんですが、まあ、俺もちょっと、一回しかしてないっぽいんで、ちょっとね、まあ、ちょっとしてこようかなと、思ってます。まあ、皆さんも、気をつけた方がいいですよ。気をつけてって言っても、まあ、無理だと思うけど。まあ、ハトムギ、ちょっとこれわかんない。ちょっと確かになんか、ベタっていうほどでもないんだけど、ありますけどね。これわかんねえな、これ。これわかんねえ。これわかんねえな。で、他にもね、化粧水以外にもなんか、あって、ダイソーでね、保湿液みたいな、なんつったっけな。化粧水じゃないの。ベビーオイルとかさ、なんか売ってるんですよね。あと乳液とかね。これ乳液絶対ダメなんですよ。化粧水だったら俺いいんですけど、まあね。乳液になると、全然違うんですよね。もう、べったんべったんになるっていうか、そんな感じ。多分。まあ、乳液とはやっぱ違うんで、まあ見た感じで言うと、感覚でいくと、あんまり、べたついてはいないんだけど、何かちょっとやっぱ違和感がある。これは、わからん。これ後で多分使って、いって多分、あれだ。レビューちょっと星変えるわ。今のところ三つ星で。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。